さあ、今回はですね、長年活躍されている先輩の知られざる一面を、お茶をしながら掘り下げるという企画でございます。はい、前回のね、メッセンジャーの黒田さん出ていただきました。すごかったです。嵐のように喋って、はい、颯爽と帰っていきましたけど今回は英国屋さんに来ております。英国屋さん、どなたなんでしょうか。はい、すごいですね、初めて。こんなとこあるんですね。特別室、失礼します。あら、ゴエさんだ。ゴエさんだ。もよろしくお願いします。朝ごえごえでございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。今回のゲストはザ・プランナインの朝ごえごえ、ロケリポーター、ひな壇、MC など関西のあらゆる番組で重宝される人気芸人。そんな朝ごえごえの知られざる一面を掘り下げていきます。ピンネタとか全く興味なかった、はい、やりたくなかったんで、これで賞を取れなかったら、はい、追っても意味ないぐらいの。下積み時代からブレイクに至るまでの驚きの芸能生活とは。さらに出会いはもう電車なんです。電車エンゲージリング隠されたプライベートなことまで赤裸々に語ってもらいます。ちょっと改めて、ありがとうございます。芸人になられたきっかけとか、ちょっときっかけね、はい、全く芸人になりたいとかはなく、ただお笑いはもうめちゃくちゃ好きで、バラエティ番組ばっかり見て育って、見る線もまさかそっち側に行こうなんてことはもう全く思ってなかったんですけど、まあ大学行って、なんか大学の時代だけなんか絶対人生で経験できないことしてみようかなと思って、サークル選ぶときに演劇サークル入ったんですよ。でそこでなんかもう舞台に出る楽しさも知った、はい、でも大学3年生まで僕は就職するつもりでおったんですよ、はい、資格もね、宅建の資格も普通にそこで取って、ガチガチに就職組が取る、もう当然就職するんだと思って、いよいよ就職活動の時にふとこう自分を振り返って、はい、あれ、これから40年ほど働く会社を今から決めんのか、はい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 、そんな急いで決めていいんかなみたいな、なんか立ち止まっちゃったんですよね。はい、なるほど、うん、でなんかふと我に返る瞬間があったというか、で周りがね、俺俳優目指すねん、俺ミュージシャン目指すねん、はいはい、俺東京行くねんっていうのを見て、え、せっかく大学入ったのにそんなことすんのっていうの、カルチャーショックというか、はい、すごい衝撃受けて、はい、あ、好きなことって追い求めていいんやってなって、で、できるかどうかわからん、僕お笑い好きや、はい、で舞台立つで楽しみも知った、はい、コントやってみたいと思って、はい、で NSC 入りたかったんで電話したんですけど、はい、もう締め切り終わりました。はいはい、募集はその年の募集終わってる。そうです。で次入ったかったら10月です。その時秋も入学できたんで、 あの半年に1回の時ですね、はいはいはい、それはご両親には報告されたんですか。報告しましたね。しました。これは辛かったですね、言うのが。まさかっていう、まあ、どういうご両親なんですか、ゴエさん。お父さんはあの岡山県の、県庁職員。なんかそうは思ってはなかったですけど、なんかやっぱりなって思った自分で。いや、そうなんですよね。で、そういうこと打ち明けて、なるほど、はぁってなって、ずっとずっと沈黙があって、多分ずっと頭の中いろんな回路を回してたのな。どういう方程式でも芸人にはならんやろみたいな。何があったんだ。確かに少年のゴエさんも青年のゴエさんもずっとね、もちろんですけど見てこられて、でなんか言っちゃ悪いけど、そんな面白いと思ったことないんやけどみたいなこと言われて、はい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 。めっちゃ冷静れなんかね、そのチャブ台バーンでお前が向いてるわけないやろとか激怒はしなかったですけど、あ、まあでも優しい配慮があって、不服ながらも、はい、まあ、認めてはないけどそれ以上は何も言わなかったかな。なるほど。もうお母さんは黙ったままね。でただ僕もう一個夢があって、はい、その好きなもの、はい、まあ、お笑いと僕、はい、プロレスが好きだったんですよ。そうですね、はい、でプロレスの実況ってあれ憧れるなと思って、はい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 、アナウンサーっていうのもやってみたいな、はい、
秋入学まで伸びたから、はい、この間って言うたら4年生は就職活動の期間なんで、はいはい、アナウンサー試験とかも受けたんですよ。なるほど、大暴れしてた大暴れ大暴れで、だから毎日放送さんも受けました。え、そうなんですか。結局縁なく落ちたので NSC、うん、いよいよ入りますと16期生で入りました。アナウンサーを志すも結果は全て不合格。予定通り秋入学で NSC に入るも、お笑いの猛者たちの中で結果を残すのは並大抵のことではありませんでした。 NSC 入られてからはでもコンビでやってらっしゃる。コンビ組みました。まず最初にコンビ名がね、またインパルスっていうコンビ名やったんですけど先にこっちが初代、ね、初代インパルスで、それは3ヶ月で、はい、ちょっと解散、僕の方からちょっと解散しようって。そんな短かったで、どうしようかなと思ったら声かけられて組んだのがデモシカシというコンビで、とにかく目指してたのは ABC お笑い新人グランプリ、はいはい、もうこれで賞を取れなかったらもう追っても意味ないぐらいの登竜門というかね、はい、でそれ取れなかったらやめようっていうぐらいでやってたから、もうその一点でずっとやってたな。はい、そうですか。はいはい。で結局ね、3年目の時に出れたんですよ、決勝。はい。結局5位だったんですよね、はいはい、5位で、あ、取れへんのかみたいな。でもう3年もやったな、どうしようかなみたいな、はい、まあ、解散は相方の方から申し出て。お、あ、そうなんですか、うん、ちょっともうやめようかみたいな。あら、それは理由とかは。理由はね、当時は、まあ、僕がね4歳上だったんですよ、はいはい、もうちょっとこう友達同士っぽい人でやりたい、うん、遅刻とかもせえへんのみたいなだからなるほど、なんかネタ合わせの時間絶対おんねんみたいな何がわかんねんなんですけどねそう、なんか当時の方がなんかすごい時間に厳しく自分でいたみたいで、割となんか前もって行ってたんかもしれんな。それで、どうなっていくんですか。こっから僕は、あの、就職します。もう一旦ほんまに完全に辞めはったんですか。もう辞めた一月後に就職活動して、その2ヶ月後にはもう入社してました。早っ全部早っ、はい、不動産屋さん、立派な会社でね、住友不動産販売っていう会社。超大手の吉本を辞め一般企業に就職。それから1年ほど経ったある日、再び人生を変える大きな転機が訪れる。まあ、普通に僕は営業マンとしてやってたんですけど、電話がかかってくるんですよ、はいはい、とある人から、はい、それがキューマさんなんです。ああ、かわいい。でちょっと一回会って話聞いてくれへんかって言われて、はい、でキューマさんは、まあ、漫才コンビを組んではったんで、ね、はいはい、シェイクダウン、シェイクダウンさん、実はこのシェイクダウンもうやめようと思うみたいな、はい、まあ、そうなんですかと。前なんですね。でなんか大人数で、まあ、コントお芝居をやろうと思う、それに参加してくれへんかってこう誘われたんですよ。で僕は断ったんです、はい、うお、あ、その場でですか、はい、いや、一応持ち帰って、一旦持ち帰って断ったんです。やっぱり儲かんない仕事だなと思ったんですよ。確かにそう、給料がね、はい、何にもスキルないんですよ。1ヶ月目35万もらったんです。うそ、僕吉本じゃ年収を超えたんですよ。年収をそうですよね。もうだから、ね、信じられないと思いますけど、テレビ見られてる方、月に3万円もらうことの壁がまずすごいじゃないですか。3万の壁はでかいよ、ね、3万はでかい、ね、3万はでかい、ほんまでかいっすよね。 3なんて、だからとにかく年収を超えて、それが1ヶ月、はいはい、もうやめられへんと思って、お金に困ることがもうないわけ、はいはい、で1ヶ月経ったらまたキューマさんから電話がかかってくるんですよ。はい、ちょっともう一回話聞いてくれへんって言われて、めちゃくちゃ熱く語ってくれて、はい、どうやってみたいな、で一旦持ち帰りますって持ち帰って考えて、はい、で電話して、はい、断ったんです。
なんかドラマチックじゃないですか。だからその時の感情にほだされてやってみますって言ってしまうのが人間やと思うけど、まず持ち帰りますもん、ね、で冷静になって、ただ真剣に考えてる、はい、本当に、はい、もちろん。でまた1ヶ月後、はい、電話かかってくるんです。3回目。いやここまで僕を欲するんだ、はいはいはい、ちょっと心動きまして、はい、3回目でやりますって言った。大井久間の熱い気持ちに打たれて芸人に戻ることを決意。そして現在に至るまでザ・プランナインとして活躍するのですが、なんでこんなにテレビに出るようになったの？一番最初にこのきっかけつかんだみたいなので言うと、やっぱ R1 グランプリですね。第2回 R1 グランプリ優勝です、はいはいはい、まず第1回目が2002年に行われるんですけど、はい、この時って、まあ、立ち上げやから参加者がいないんですよ、ほとんど、はい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 、いろんな人がこう参加してくれ参加してくれとこうお願い、上の人が回ってた時にプラン9全員ピンで出てほしい、はいはい、で僕はピンネタとか全く興味なかった、はい、やりたくなかったんで、でキューバさんは、はい、キューバさんって断らない人じゃないですか、はいはい、分かりましたって言って嘘やーってなって全員分嘘やー全員分 OK ってなって、だから半ば無理やり参加させられた、しっくりこないニュースっていうのをそこで第1回目でやって、はい、決勝まで行ったんですよ、はい、えーってなって、はい、半ば無理やり出た第1回で決勝行って手応え掴んで2回目で優勝したんですか、うん、そうです、すごい、そうです、ね、うまいこと行き過ぎですって今のとこプラン9さんとしても M1 の決勝も行かれたじゃないですか。行きました、はい、人生で一番緊張した瞬間っていうのは3つあって、はい、初舞台、はい、R1 決勝、M1 決勝、これに勝る緊張ってない。R1 優勝、 M1 決勝進出で全国的に知名度もアップ。東京進出は考えなかったの？なんか、うん、イメージはまだ湧かなかった時なのかな。いや昔はなんかほんまの片道切符だけ握ってっていうイメージでしたよね。もうちょっと需要が高まらないとなんか行く感じはなかった、僕の中ではちょっと需要が低いなっていう感じあったかな。え、ゴイさん個人でも思われたことはないんですか、その後も。常にでも憧れではあります、常に。もちろん今でも憧れではあります。いや僕その東京でそのみんなで飲んだ時にゴイさんのお話させていただくのは、もうゴイさんの東京来られたら多分仕事減る人めっちゃおるやん。そんなことはない、そんなことはないです。いやそんなことはありますよ。いや確かになんかすごいなんか、いやあの番組もなんかいろんなとこにフィットしていくやろうなって。僕あのキューマさんがおっしゃってたエピソードで、ゴエさんすごいですよねみたいな話を僕キューマさんにさせていただいてて、その時もなキューマさんがいやあいつほんまにすごいと、おそのゴエ朝ゴエは手を抜いてんの俺は一回も見たことない、あいつは鉄人やん。でなんかキューマさんがなんかプラン9さんのネタの公演単独ライブの日に違う、イベント仕事も抱えてて行ったり来たりをされてた日があったらしくて、もう一個の仕事がちょっと早終わったからプラン9さんの単独のリハーサルを見に来た時になんかゴエさんが小走りで行かなあかんシーンをなんかリハーサルでこうちょっとゆっくりめに歩いてたと。ほんでキューマさん最初それ見た時にちょっとショックやったんで、 あれゴエ俺がおらんとこでちょっと歩いてるやんって後から聞いたらゴエさんその日骨折してたらしくて、ほんまは歩くのもおかしい状態だったこれ骨折じゃなくて肉離れ、はい、肉離れでしたっけ。そうやりきりました、キューマさんが肉離れで肉離れでだから車椅子に乗ってやったらちょっと設定変わったり、はい、雰囲気変わったりするから、ゴエさんが無理やり歯食いちまって立ってそうすごいっすね。次の日からでもキューマさん、はい、あの早速対応してくれて、はい、怪我した人として出させてくれて
何の怪我かは別に言わないけど、これがすごいっすよね。すごいチームワークですね。そう、いろいろとやった。いや、超人同士の皆さんにも感謝というかね。はあ、うん。で、小林さん、そのプライベートというか、はいはいはい、まあ、ご結婚もちろんね、うん、してらっしゃいますけど、ほんまに映画の主人公みたいな出会い方でしたよね。僕はもう小林さんのそこが一番意外というか、出会いはもう電車なんですよ。電車、はい、まあまあ仕事場に行くために電車乗ったわけですよ、はい、で乗って降りて、はい、改札出たところである女性に呼び止められたんですよ、うん、はい、すいません、朝声声さんに似てるんですけど違いますか、気になったらしくて声かけて、はい、あ、よく分かりましたね、あ、そうですって、あ、すっきりしたみたいな感じで、はいはいはい、やっぱそうですよね、ありがとうございましたって別れて、はい、でその日仕事終わって、でまた電車で帰る、はい、で電車に乗ったら呼び止めた人がいたんです、たまたまその車両に乗ってた、たまたまその女性と後々僕は結婚するんですけど、はい、もう第1話僕はこの女性と結婚することになるんだが、ですよね、でもまだ結婚、まだですよ、まだお付き合いもしてないです。その時はあーとはなったんですか、はい、乗ってあーってなって、こんなことあるんですねとみたいな、まあ言うても2分ぐらいですよね、はいはいはい、あ、僕この駅なんで失礼しますって降りていくんです。連絡先とか何にも交換してないです、はい、降りていきまして、はい、でドア閉まって、まあ電車はそのまま行く、はい、そっから1年ほど経ちまして、一回も会わずです、会わないです、会わないです。心斎橋のあたりの商店街をなんか空き時間僕歩いてたんです、はい、そしたら呼び止められたんです、はい、女性の方が、はい、で、すいません覚えてるかどうか分かりませんけど、電車の行きと帰り車両が同じだったものなんですけどって言って、はいはい、僕そのエピソードは1回しかないから、はいはい、覚えてるか、はい、ああ、はいはいはい、あなたですか、はいはいはい、ありましたね、そんなことありましたね、はい、で再会するわけですよ、はい、で僕はその人と後々結婚する、もうええっすよ、その気になるわ、すぐ週またぐやろで、まあまあそこでええってなって、はい、そんなことあんねやがあったから、はいはいはい、結構お互い普通に喋ってたんですよ、はい、でもう結構喋り足らんなぐらいになってきて、カフェ行きますってみたいな感じで、はい、カフェ行って、でそっからですね、なんか連絡先交換する流れになってです。すごいっす。でその子はなんか自分の手帳、はい、スケジュールに、はい、もう簡単な日記みたいな、はいはい、一言こんなん今日はこれしたみたいな、はい、があって、あれっていつやったんかな、結構前ですね、1年ぐらい前ですよねってこう遡った、はい、遡ったらその心斎橋で会った人、はい、同じ日付やった。うわ。え？ほら。もういや、そうだからもうこれは怖い話。怖い話になった。稲川淳二さんの最後のそれ。それが同じ日だった。プロポーズはどうだった？プロポーズはですね、まあ考えました。もう絶対プロポーズサプライズで欲しいみたいなことなんか言ってたんで、 ある日、はい、何気なくプレゼントをあげるんですよ、はいはい、文房具のマジック、あ、はいはいはい、これ使いいみたいな、はい、でまた別の日、はい、これなんかあったから買ってきてあげるわって、うん、はい、アーモンドオイルあげるんですよ、はいはい、ある日赤ワインあげるんですよ、はい、でね、これ頭文字を、え、マジック M、はい、アーモンドオイル A、赤ワインレッドワイン R、 ああっていうのをつなげていって、まさかマリーミー出たまた怖い話じゃん、また怖い話じゃん、いやー、はい、いやすごい、マリーミーっていうつなげたらそうなるっていう、え、最後は、ミーの M と E は何だったんですか。だからマフラー上げて、はいはい、でもミーの E ですね。で、いよいよの時に、はい、まあ、E は渡さずに、はい、そういえば
ここ数ヶ月で何あげたか覚えてるって、まあまあ覚えてないわ、まだまだマジックもらったとか、はいはい、あれもらったやろ、マジック、はい、マジックはもらってもらった、はい、で全部わーって、で、マフラー、マフラー、はい、それちょっと頭文字つなげてみって言ったら MAR え RY マリーミーってこと、えあれいいわいいいいわ、いいわって言ったらエンゲージリングマジですごいほんまにそわっとしました、はい、いや怖い話じゃない、いや怖い話じゃない、夏ぐらいの放送です怖い話じゃない、なんで気持ちいいんだ、農業あれ見たじゃないですあれ見た、チャンネル登録お願いします。